最初はどうなることかと思ってたんですか、正直。まあ、でも、あっという間に結構稽古が終盤に来てしまった感があって、なんかそんなに稽古したっけなぐらいの感覚なんですよね。でもなんか年を毎回重なるごとに作品が凝縮されてきてる気がして、だんだんあのやればやるほど面白くなってますね、個人的には。はい。僕はそうですね、今回演じさせていただくというか、この作品に参加させていただくのがリーディングの公演を含めて4回目になるのかな。同じ作品にもかかわらず、やはりこう別作品のようにも思えていて、まあ自分の中でももう演じさせていただいて7、8年という年月が経ってたりもするので、ある種こう自分の持てる力をと毎回思うんですけど、今回は特にまあ演出の小山優奈さんを筆頭に、優さんとで春にさんとで優希くんとこの4人でちょっとまた新しい形を目指していく中で、自分も今まで以上に何か見出していかなければ、そして見出してもらえるように稽古をしていかなきゃなって今終盤になっても思いますかね。まあ、正直なことを言うと、まだ最後にどういう形でどんな終わりを迎えるのかっていうのが、まあ、自分の至らなさとかもあったりしてまだ見えてないんですよ。なので、まあ、本番にはもちろんのことですけど、あと残りの稽古も含めてそれをこうみんなで一度見て体感して、そこから総仕上げをどうするかっていう作業に差し掛かっていくんだろうなっていうふうには思ってますね。変わったことというとなかなか言葉にするのが難しいんですけど、やはりこう立体的にはなったと思います。なんか初めに拝見させていただいた台本がすごく好きで、でもこう演じさせていただく部分でその表現じゃなくて想像力で埋めなきゃいけないところもすごくあったりして、それはやっぱりこう自分の表現じゃなくてそれをこう演出してくださる優奈さんもいて、でその言葉の意味合いであったりとか、その言葉をどういうふうに体現しますかっていうディスカッションとかを重ねていったりして、自分が読んだ時よりもやっぱり立体的に文字からこういろいろ浮き出てくるようなものはすごくあったかなと思います。最後のモノローグであったりとかは、今も実際にこういう言い回しの方がいいか、もしくは表現としてこういう、姿勢挙動とかも取った方がいいのかっていうのもこう話し合いながらやらせていただいたりもするんで、まあ、そういったところはすごくこう変化したというか変わった部分ではあるかもしれませんね。正直これ台本最初いただいて読んだ時に、まあこれからまだまだ変わるのでみたいなことだったんですけど、全然わからなかったです。まあ何なんだろうこれと思って、その会話が普通の会話じゃないというか、なんで次にこれを喋るんだろうみたいな、これ何の話をしてるんだろうと全くわからない状態で、読み合わせを3日間やった段階でもまだわからなくて、これはどういう言葉、なぜこんなことを言ってるんですかというのを、まあ、小山さんとディスカッションしていくうちに、言語はこうだったって、だったら日本語としてこっちの方が意味合い的に、まあ、会話的にもいいんじゃないんですかみたいなことをやりながらこうちょっとずつちょっとずつ翻訳を修正しながら、立ち稽古をしながら、だんだん理解してきて、あ、こういうお話なんだみたいなのなんか本当にね、日々理解していくっていうのの積み重ねでしたね。これはなかなか今までにない経験で、普通はなんかきちんと台本を理解して演ずるっていうところからスタートするのに、台本を理解しながら稽古が進んでいくみたいな、すごい特
殊な稽古場で、でもそれを小山さんは非常にこう役者に変にプレッシャーをかけるわけでもなく、こう時間に追い立てるようなこともせず、辛抱強く少しずつ少しずつこっちがちゃんと理解してくれるまで待っててくれるっていうのがあったので、だん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 この作品を理解できるようになって、非常にいい稽古場だと思います。非常にいいディレクションをしていただいているなと思います。でもこれ年やってやっと分かったのが この刑事が延々だーっとこう取り調べをして、いろんななぜなぜなぜみたいのを問い詰めていって、ひたすら喋った後に最後イブが延々と喋るじゃない。これ俺のやってたことは前座だなって この長ゼリのためのこの助走だったんだっていうのがね、分かった時にこの構造は面白いなと思って、でね、もともとはこの最後の長ゼリから書いたっていうのを聞いたじゃない。なるほどなと思って、だから全てあそこに凝縮されてるんだなっていうのは、構造的には非常に特殊だと思いますしね、この戯曲って。確かに。それをこう日々理解して、こう日々そこにその世界に入っていく、だん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 深いところに入っていく感覚っていうのが面白いですね。そんなに何回も何回もできることじゃないの、日に。でもその本当に一回通すような一回通しにもう神経集中して、もうガッてやってみると、あっって思う瞬間が毎回あるんで、非常に面白いです。答えになってんのかとても とてもなってらっしゃると思います。もう今ユウさんがおっしゃってくれたことが 本当にまんま言ってくださってたんですけど、もう全部違いますよ。もうなんか本当に特殊で、このクロードと一緒にという作品の稽古って幾度自分が演じさせていただいても、その時その時でもちろん座組というかカンパニーも違いますし、全く別物なんですけど、でも似て非なるものというか、今回は今回でやっぱりその稽古日数とか、その稽古1回にかける濃密さとかってもうこれしかないんですよ。なぜならもう理解するまでにすごくこう自分たちが集中して その物語に没頭しないとハテナがどうしても出てきちゃうんで、なんでやっぱりこう一度通し稽古やったとしたら、今回は特にノートにかける時間とか結構あって、でゆうなさんがこう主導してくれて、こうみんなで「これはこういうことなんでしょうかね」とか「これこっちの方がいいですね」とか、そういった時間はやっぱりこの稽古の中でも長いというか多く取ってるんじゃないかなと思いますね。なんか演出を受けるっていうだけじゃなくて、そこでこうディスカッションがあるっていうか、まあ、5人、まあ、スタッフの皆様を含めたらもちろん全員なんですけど、集中して演出家を含めての5人がまずは筆頭になって、こう見えない場所にこう手探りながら全員でこう一緒にこう行っていかないとたどり着けない場所があるんですよ。そこにこうみんなでアプローチしていってる感覚っていうのは、またちょっと稀有な、なんていうんですかね、稽古風景だと思いますけど、なんか特殊ですよね。特殊。松田君が言ったように非常に特殊な稽古で、体は全く疲れてないのに脳の疲労度がすごくて、もう最初の頃本当にものすごい脳みそばっかり使って1日が終わるもんなので、もう家帰って台本読んで
やんなきゃいけないんだけど開きたくないんですよね見たくないこのセリフみたいな、うん、でも覚えなきゃいけないからそれやんなきゃいけないんだけどもうなんかいろんなそのセリフ以上の情報量っていうのはとても多いのでいやなかなかとかしんどかったですね前半はねまたまあ、これ言っていいのか悪いのか最初の稽古場がね、めっちゃ具合悪そうに なんか機嫌悪いのかなみたいななんか狭いところでね、うん、体になんか合わなかったんですかね、うん、僕初めての経験なんですけど、うん、うわーって思ってやってましたねこっちに来てね仮セット組んでもらって、うん、すごく視界が開けたというか、うん、あ見えたというかねなんかやっぱりすごいこれ仮セットのテーブルもそうだし小道具もそうだし、うん、この戯曲の世界が見えた感じがして、うんまあ、エピソードってまあねいつも春人が鳥海さんとごちゃごちゃ言ってるその周りのものについてでも春人さんって本当になんかこう、まあ、春人さんでよかったなっていうなんか敬語感っていう役柄がっていうなんか割と僕初めて演じさせていただいた時ってまだもう20代前半の時だったんですけどなんか救われること多くて、まあ、今回でもやっぱりこうムードメーカーとしてちょっと和ませてくれるんで、はい、うん、非常になんか安心感のあるこうキャラクター的ないやでもあの役をやるっていうのもすごいある意味なんだろうねタフじゃないとできないですからね。いやそうですね本当忍耐と、うん、なんかそういった力強さないと、うん、なかなかあの役もできなくて普通はねしかもずっと舞台上にいて喋、うん、んないしでもいてみたいな、うん、いやタフじゃないとできない普通嫌がるでしょっていうねでもまあ彼のすごいところが、うん、終演後とかみんなで乾杯とかするじゃないですか誰よりも美味しそうに一杯目飲みます一番汗かいたみたいうわ今日美味しいなっつって飲むんですけどそれは僕とか刑事役を演じた人たちに言わせてくれるぐらいのなんか美味しそうな顔でクーって言うんですけどそういったところもこう愛されるよ、はい、愛すべきポイントなんですよね、うんうん、はい、そんな春仁君がね昨日靴の音を鳴らしながら歩いてね言ってましたねなんかキュッ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 なんだこれその辺を歩いてるんだよね敬語感そうですねなんか多分まあご覧になる方はあこういうことなんだって分かると思うんですけどその敬語感っていう人の立ち位置のこの立ち振る舞いがあるんですよこれも毎公演違うんですけど今回特にアクティブなんでもう嬉しいんでしょうね多分嬉しくなっちゃって昨日も ゆうさんがねでもまあ靴はね本人も気にしたみたいで、ねはい、こっちから指摘してなかったんで、はい、昨日初めて気がついたんですよ靴の音にあ鳴ってんなぁ自前を持ってくるって言ってたんで、はい、おっしゃってました、ね、これね、劇場で靴音が聞こえるかどうかお確かめくださいみたいななんかあいつらしさ見ないみたいなものがあるんですよ僕以前から共演させていただいたりとか進行もあったのでで今回あ即死役を、うん、あ伊沢祐樹が演じるんだってあ嬉しいなと思ってどういうふうに速記者を演じるんだろうなって思ってたんですけどなんかこう勇気らしさがとても出てるというかなんかちょっとこう彼って容姿端麗じゃないですか、うんうん、でなんていうんですかね私生活からこう割とスマートなんですよね、うんうん、なんかこう立ち振る舞いであったりとか、うん、彼本人のそのなんていうんですか性分みたいなものがだからそういうものが結構速記者に現れてて、うん、子様になったりもするしでもなんかこうちょっと柔らかい雰囲気もまとってるしみたいなそこはすごくなんかずうずうしいよねそうですよちょっとずうずうしいよねでもそれがなんか本当にやっぱ演じる人によって違うんですけど
だからもうちょっとなんかこう生真面目な速記者もいれば、うん、もうちょっと頼りなさそうな速記者もいれば、今回また新しい速記者だと思います。なんかちょっとこうだからどちらかというとその刑事とあんまり対等の速記者っていなかったんですよ、うん、もうそう思うよね普通、はい、本読んだらなんか立ち位置的あとまあそのキャスティングされた年齢とかもあるんですけど、うん、で今回ちょっとそのユウさんと少しだけ年齢は離れててもなんかあいつなんか対等にズスッといるんでなんかああいうこう感じもなんかやっぱ好きですけどね。あの稽古始まる2分前に歯磨き出すところとか磨いてたねそういえばね。もうでもなんかこう理由はって言ったらなんかキャラメル食べたから歯磨かなきゃってなんかもうあいつらしいなって僕はすごくスマートだよね磨かなきゃいけないからでもちょっと抜けてるんですよ。じゃあもう5分前に磨きゃいいやっていう、うん、なんかマイペースなのね。そうですね、うん、でなんかあんまり物おじもせず、うん、なんかすごくこう凛として立つ人なんで、うん、だから舞台映えもしますし、とても今回もなんかそのちょっとその役柄的に喫煙するシーンとかもあるんですけど、なんかそういうもなんかこう割と存在をいい意味で消さずになんか印象的な部分になるっていうか、でもなんかタバコの吸い方もずずしいんだよ。これですって。チラッと見ると。いいですよね、なんかあの感じ。なんかこううまくこう上演にあたってのなんかいろんなものがこうなんていうんだろうな、あの重なっている作品なんですよ。港町でできるっていうのもそうですし、だから汽笛が鳴れたとするならばそれも演出と思っていただいてもいいんじゃないかなって自分は思ってて、で、なんて言うんでしょう、今回そのセットであったりとかでそういう形もなんかあそういう形でこの、まあ、モントリオールの街並みであったりとか僕たちのこの物語のなんかこう材料みたいなものも演出されますし、で今回僕は思うのは音であったりとかも、今まで演じさせていただいた時よりかはこう種類があったりとか光とかなんかそういったものはなんかやっぱりこうゆうなさんの小山ゆうなさんの演出のもとなんかこういろいろ生まれてる部分があるなと思ってて、で今回フライヤーからなんかブルーなんですけど実はこれにも少し意味がありまして、うん、それちょっとこうなんか皆さん調べていただいてこれ当てれたらすごいかな、うん、でそれをなんか僕今回衣装が割となんかこうさ爽やかって言ったらおかしいですけどなんかこう色合いとかもなんかそういったブルーによってたりとか、うん、なんかこういろんなものは割と散りばめられてるんで、ここというよりかは全体見ていただいてなんかあこれってもしかしたらって、まあ、ミスリードにもなりかねないんですがもうそれぐらい割とこうアンテナを張っていただいてみても面白い作品かなとは思いますね。ポイントっていうのはあんまりブルーのね、うん、あのブルーの謎というか、うん、あれはちょっとねおおと思う。あそうですよね、うんうんうん、ゾゾッとした、うん、あのだからこれ本当に当てれた人はすごいと思う、ね、いやですよね、うん、このテーマ性というか、うん、僕もそれまで正直に申しますとそれ考えたことなくて、うん、存じてなかったんでうわっとちょっとなんか鳥肌が立つような、うん、でもなんか知らず知らずちょっとつながっていくような、うん、そんななんかこうなんていうんですか印象があったんでこれはこの舞台から何か、うんまあ、ヒントももちろんいろいろ隠れてますし読み取っていただけたらじゃあ当てた人には何かあげたら、ね、何が欲しいですか僕最近履き潰しちゃったセットあるんですけどいります意外と欲しいって言うよいや自分のボロボロのセットもう2代目3代目でもう5代目ぐらいなんですけどそうね、いやもう本当でもあの赤レンガ倉庫のねあの雰囲気と、はい、で
外のね、海の景色と、まあ僕はモントリオール行ったことないけど、あの建物の中の質感というか、あの中でこの芝居を演じたらどんな感じになるんだろうなっていうのは、なかなか普通の劇場じゃ見られないものになると思うんで、なぜ赤レンガでやるんですかっていうのをちょっと感じてもらえたらいいかなとは、思いますね。だからそれはもうこっち やる側もなぜここなんだろうみたいな、のは感じていきたいかなって思いますね。まあ、あとは警護官の靴音ね。あとね、あと早期者のタバコの吸い方ね。コーヒーのすすり方、ずうずうしい感じです。いや、っておっしゃってますけど、あの僕と春にもうで口をあんぐらい開けたぐらいのユウさんの刑事はやっぱこれは見ないと損だなと自分は思ってますけどね。あのまあでもあんまり言い過ぎると野暮なんで、でもぜひ刮目してもらえたらなと思いますけど、褒められて育ってないからさ。だってこれでも話してる時もあーとか言って顔しかめるんですもん、ユウさん。小山さんの演出も結構褒めてくれるんですよね。 そうですね、あそこ良かったです。そうそうそう、もうそうやって育ってないから本当にとかちょっと裏を読もうとするという育ちがね、だからなんかこうむずがゆいなと思いながら、なんか意識しちゃうじゃん、そんな褒められたら。そんな役者殺すには褒めるが一番って言われてるんですよ。あ、本当そうですね、本当にそうですね。ありがたいことになんかチケットがほとんどないらしく、その代わりにあの京都の千秋楽の、ライブ配信があるということですので、劇場に来れなかった方はぜひそちらを見ていただければ嬉しいです。もうライブ配信というのは僕もどんな風になるのかちょっとわからないんですけど、なんか逆にライブ配信の方がなんか、ね、こう 見やすいかもしれない、わからないですけど。だからそれあの楽しみにしてください。 Being at home with Claude、 Claude と一緒に、まずは横浜公演がですね、7月1日から、公演となります。そして横浜公演を終えると京都公演の方も、ございます。さっきゆうさんがおっしゃってくれたように、京都の千秋楽の方でもですねライブ配信もあるということで、本当にありがたいことに多くのお客様に、足を運んでいただけるということ で残念ながら、今回チケット取れなかったという方もライブ配信がありますので、ぜひ見てほしいなと思います。実際自分カナダのモントリオールにこれを機にということで訪れてきました。そこで実際にデュボアさんともお会いできまして、もうかけがえのないものをたくさんいただいたんですよ。言葉だけではなくて、本当に今このインタビューの中でユウさんがおっしゃっていただいてたように、こう建物の雰囲気とか街の香りとかいろんなものを実際に肌と心の中に、しまってまた日本に帰ってきて、そして稽古に入らせていただいたんですけど、まあ、自分にとってもですけどすごく思い入れのある作品で、まあ、演じるには覚悟を持ってやろうと思っていまして、今作もこんな素敵な座組の中で、上演できるので、デュバーが言っていた言葉の一つなんですけど、これはラブレターだとおっしゃってました。その言葉を少しでも、舞台上で、体現して皆様に見ていただけるように邁進しますので、ぜひとも楽しみにしていてください。劇場でもしくはライブ配信でお会いしましょう。よろしくお願いします。